はいどうも、レッドフラッシュチャンネルのまっちゃんでございます。プシュー、5月26日水曜日にですね、発売されました。こちら買ってきました。ババーン、キラッとプリちゃんソングコレクションフロムサンシャインサーカスデラックス、キラッとプリちゃんの最新のキャラクターソングです。いや、これ結構めちゃくちゃ楽しみで、まあ、僕もともとキラッとプリちゃんではメルメルが一番好きなんですよ。アリスも好きで、まだこの曲を歌ってる時はアリスはアリスペペロンチーノという、名前で、出しております。こちらキラッとプリちゃんのソングコレクション from サンシャインサーカスデラックス、ライブの、映像が、入ってる DVD 付きの限定版でございます。特典でこういったジャケットと同じ、缶バッジもいただきました。収録されてる曲なんですけども、これ名前読み方がわかんないですけど、1曲目がソルルの、デスペタデルソルっていうんかな、よくわかんないけど、この曲も結構いいですよ。プリパラ勢なんで、西賀美月さんといえばやっぱ響さんのね、歌声で、普段聴いてるんですけども、同じ西賀さんがやってる、ソルルのこの曲も結構いい感じで、またね、響さんとちょっとテイストを変えた感じの、声で、歌われております。結構この曲は好きです。そして2曲目が、アリスのサンシャインスマイルっていう曲ですね。ダンスも結構ね、こういろんな国のダンスを取り入れたっていう、なんか結構面白みのある曲で、で元気いっぱい溢れる曲で、僕はアリスの曲大好きです。で3曲目が、アドリブデスティニーですね。とアリスとイブの、チーム名アライブでも収録されてるんですかね。こちらですね、オリジナルミニドラマが、収録されております。タイトルがアリスとイブ、そしてソルルもルルナ応援マルヒ大作戦という、ミニドラマも収録された、結構お得な CD でございます。結構キラッとプリちゃんはね、結構曲は、かなりかっこいい曲もあったり楽しい曲もあったりで、結構プリパラの時のね、感動とか楽しさを思い出させてくれるような、曲が結構いっぱい詰まっております。おすすめの曲は、僕は好きなダイヤちゃんの曲とか、あとね、アンジュ様の曲とかね、結構好きなんですよ。うん。あと、まあ僕の推しのグループはやっぱりメルティックスターなんでね、メルティックスターのクールな、かっこいい楽曲とかも結構お気に入りで、キラッとプリちゃんも、十分楽しめる作品でございました。気になる方いましたら、ぜひ、チェックお願いします。キラッとプリちゃん終わっちゃったけどね、応援はずっとしていくんで、ブルーレイボックス出たら多分買うと思います。うん、そのぐらいは僕も認めてる作品です。それでは、ご視聴ありがとうございました。